2024プロ野球最優秀バッテリー賞の表彰式が25日に東京都内で行われ、パリーグで受賞したソフトバンク有原浩平投手と海拓也保守が出席した。共に32歳、2人で春季キャンプから目指そうと言っていた賞なので、嬉しいと声を揃えた。初受賞の有原は女房役を、すごく相手の特徴を頭に入れてくれている。 何よりもブロッキング。僕はフォークやチェンジアップをたくさん投げるけど、走者が三塁でも心配なくワンバウンドを投げられていたと絶賛。会は20年に線賀と受賞して以来の2度目で、エースとしてイニングを投げ切ってくれる。僕のことをそう言ってくれますけど、本人も相手のことを見て、勝ちにつなげる準備をしている投手、と称えた。 イは国内 FA 権を行使、巨人と交渉を行うなど、遺跡か残留か、揺れる身だ。今のところ答えられることがない。しっかり考えながら決断していきたいと語ったが、今季の最優秀バッテリーが来季は対戦する可能性もある。有原は、打たれたらいろいろ言われそう。しっかり抑えたいと宣言。イが、有原が、 日本ハムの時から何度も対戦してホームランも打ったし、ヒットも打点も死球も、悪いイメージはないと自信を見せると、有原も、でも、結構アウトは三振なのでと譲らなかった。会はその、遺跡、前提ではないですけどねと苦笑いしながらも、絶妙な掛け合いでコンビの中の良さを示した。